俳優。本名同じ。空手7段、柔道3段、合気度2段。愛称は、和製ドラゴン。俳優以外に倉田プロモーション代表、全日本ヌンチャク道連盟最高顧問、はじめ武漢道場代表。創造学園大学創造芸術学部、芸術学科客員教授も務めていた。茨城県新張郡、桜村出身。父親は、織物業を営み、 少年時代から父親の下で空手の練習に励む。しかし小学4年生の時に父の会社が倒産、埼玉県大宮市に一家で引っ越し、この時から伊藤闘流空手の道場に通い始める。高校は東京の海上高等学校に入学し、柔道部で活躍。高校卒業後、1年間の浪人生活を経て、日本大学芸術学部演劇学科に入学。 中学、高校でマスターしたからで、柔道に続く新しい試みとして、合気道を始め、大学4年の時には合気道部を設立する。大学卒業の時、友人に誘われるまま、東映演技研修所の第一期生となり、1966年、テレビドラマ、まるでダメオットでデビューし、翌年、続、組織暴力で映画デビューを果たした。その後、 東京俳優生活協同組合に席を移し、柔道一直線や中学生群像などのテレビドラマに出演。1971年、この当時、香港映画界の最大勢力だった、ショーブラザーズのオーディションに合格したのを機会に、折からブームとなっていたカンフー映画へと転身。同年、悪客で香港に映画デビュー。以降、悪役俳優として活躍した。 1974年には出演した香港映画、帰ってきた、ドラゴンが日本でも公開され、和製ドラゴンとして外戦帰国したほか、東京12チャンネルのテレビドラマ、戦え、ドラゴンに主演した。日本映画復帰出演第一作となった、千葉真一主演の直撃、地獄犬や、四穂美悦子主演、女必殺剣危機一発、必殺女剣士など、 東映制作の格闘映画の助演。1976年には東映映画武闘拳猛虎撃殺で主演を果たした。1975年により TBS 系のドラマ G メン75に草野刑事役として1979年4月までの4年間レギュラー出演する。特に香港空手ロケシリーズでは主導的な役割を負い、 現地の役者の通訳や食事の手配までこなし番組内の人気シリーズとなったその後ドラマ撮影に明け暮れる生活から抜け出すため自ら降板を申し出るが現実は甘くなく1979年から1980年日本国内では一時干された状態となり低迷するちょうどこの頃時期のジャッキー・チェンのコミカルなカンフー映画が大人気になっており たまたま来日したジャッキーと再会。現状を伝えると、サモハン近報を紹介され、サモハンの会社と3本の映画出演契約を交わす。これが、活動再開のきっかけとなった。これ以降日本、香港、台湾を股にかけ、現在まで俳優として活躍中。2013年に開催された第1回、ベストアクションアワードにおいて、ベストアクション男優賞並びに、 特別アクション功労賞を受賞した。2011年11月、香港のコーズウェーベイ米に空手道場はじめ武漢を開設。香港で日本人の持つ武士道精神を伝えたいとの思いから赤字も覚悟でオープンに至った。ブルース・リーにドラゴン怒りの鉄拳撮影中、沖縄空手の武具ヌンチャクをプレゼントした。本来の中国武術ではヌンチャクは使用しないが、 その派手なアクションが映画向きであると怒りの鉄拳の盾子に気に入られたことからこの映画に使用されたと自身で語っている。しかしリーが使ったものはダンイノサントから教わったタバクト欲でありグリーンホーネットですでに使用している。彼やイノサントの盾はヌンチャクの扱いとは全く異なる。なお、このエピソードは後に t v で放送されたが編集の手違いにより ブルースはヌンチャクができないと放送されてしまった。また、映画、キリン手のひらでは、所属映画会社が異なるながらも、数秒ではあるが二人で、映画共演を果たしている。刑事ドラマ、G メン75の香港編の撮影中、その近隣では、ジャッキー・チェン主演の出世作、ドランク・モンキー・良いケの撮影が行われていた。海外作品、国内作品すべて7インチレコードで、発売。 戦え、ドラゴン主題歌、歌、コカドマジン、戦え、ドラゴンエンディングテーマ、倉田プロモーション会社案内、倉田プロモーション、2013年6月14日閲覧、タレントデータバンク、倉田康明からことバンク、イベント、堀越学園コンサート65プロデュース、堀越哲二倉田康明、肉体表現の世界、創造学園大学、 2008年9月17日時点のオリジナルよりアーカイブ2008年5月19日閲覧タレントデータバンク倉田康明からことバンクには教授とあるが公式プロフィールには創造学園大学に関する記述はない AB 和製ドラゴン倉田康明さんインタビュー香港ポスト2013年11月18日閲覧 1> 第1回ベストアクションアワード最優秀賞を発表いたします。ジャパンアクションアワード2014年4月8日閲覧。カングフチューブ族組織暴力2018年7月20日閲覧。ブラックファックスエイジオブザ・ニンジャオフィシャルサイト。ブラックファックスエイジオブザ・ニンジャオフィシャルサイト。2019年11月15日閲覧。ありがとうございます。